2年か。船大渦に飲まれちゃった。
モンキー・D・ルフィは幼い頃からの夢である海賊王になるため一人旅に出る。だが航海中、突然の大渦に飲み込まれてしまうのだった。またこんなところに逃げ込んで油売ってんのか。違います、この大きな酒樽を運ぼうと思って。俺たちが軽くしてやるや。喉渇いてたんだ。アルビタ様に知られたら殺されちゃいます。てめえが黙ってりゃ済むことだなあ、コビ。そうですね。結構重いぜ。たまんねえ。そうがっつくなって今叩き割ってやっからよ。おりゃー！誰だお前ら。お前こそ誰だ。これはモンキー・D・ルフィ、よろしく。ガムガムの炎。ガムガムのガトリング。海賊王に俺はなる。ここなら帰って見つからないかもしれませんね。僕コビーって言います、ルフィさん。ですよね。この船に小舟とかはないのかな。俺の船大渦に飲まれちゃってさ。ルフィさんはそこまでして海に出て何をするんですか。俺は海賊王になる。海賊王に。無理です。無理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 、絶対無理。この大海賊時代の頂点に立つなんてできるわけないですよ。無理無理。できるかどうかじゃない。え、海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬなら別にいい。考えたこともなかったです。僕にもやれるでしょうか。僕でも海軍に入れるでしょうか。海軍。そうです、悪い奴を取り締まるのが僕の夢なんです。小さい頃からの夢なんです。やれるでしょうか。そんなの知らねえよ。やります。このまま雑用で一生を終えるくらいならここを抜け出してアルビナを捕まえてやるんです。そんな奴を仲間にして誰を捕まえるんだって。え、コビー。海賊狩りのゾロじゃなさそうだね。ゾロ。誰だこのごっついおばさん。やれ。そうです。
かないね。ゴムゴムのピストル。仲間を探していたルフィはコビーから海賊狩りのゾロと恐れられているロロノア・ゾロの噂を聞く。ルフィはロロノア・ゾロに会うため、コビーは幼い頃からの夢である海軍に入るために海軍基地の町シェルズタウンへと向かう。黒ずきんに腹巻き、これがロロノア・ゾロ。あの名はほどけば簡単に逃がせるな。バカなこと言わないでください。あんなやつ逃がしたらどうなるか。ルフィさんだって殺そうとしますよ、きっと。大丈夫、俺強いから。もう、おいお前ら、目障りだ。失せろ。まで生きて。ゾロって違うよ。だって鬼、あれから3週間。でもヘルメポはそうだ。腹減った。俺たち全員にタダで食わせろ。おい、早く酒持ってこい。もったもったしてんじゃねえぞ。俺早くしろ。ああ、そうそう、ここのところ退屈だから明日ゾロを処刑することにしたぜ。みんな楽しみに待ってる。なんだよお前は。ルフィさん、やめてください。こいつクズだ。殴りやがったな。俺は暴言大佐の息子だぞ。それがどうした。親父見つけて死刑にしてやる。お前がかかってこいよ。ルフィさん落ち着いて。海軍を敵に回す気ですか。決めたぞ、俺はゾロを仲間にする。さっさと始めようぜ。これは偉い。これは大剣豪。
海賊にはなって世界何ぼさっとしやがる。反逆者はどこだ。俺に逆らうな。海兵に感謝される海賊なんて聞いたことねえよ。また会おうな、コビー。ルフィさん。全員敬礼。じゃあな。いい友達を持ったな。